はい、皆さんこんにちは。劇団おじいです。さあ、もう言葉も回んないぐらいね、灼熱地獄ね。でもまだ今日は37度なんで、まだ涼しいね。この間の 39.9 度の時は、もう、サウナ状態なんてもんじゃないからね、ほんとね。触るものがみんな、もっと暑かった。でもすごいよ、ここら辺が、ここら辺にあるものが全てがみんな37度ってことだからね。すごいことだよ、ほんと。いやー、まずいお茶、冷たくね、水出して出した。あー、まずい。ね、はい、そこで今回は、123便の謎。これね、ちょっと長くなるかもしれないんだけど、視聴者様からいただいたコメントをしっかりがっつり拾って返しますんで、まあ、できたらね、ああ、コメント書いたんだよねってね、そういう方は、ちょっと後半でね、みんながっつり紹介するので、待っていてください。ね、前回の動画にあったコメントを紹介します。さあ、今回は123便の謎、海底の残骸、ね、当委員会としてのコメントは差し控えさせていただきます。ね、運輸安全委員会、なんで？どうして見つかったのに？どうしてそんなこと、ね、はい、ということでね、まず最初に森永さんの、ね、やつからちょっといきましょう、ね。で、前回ね、このファントム機は米軍ではなく航空自衛隊ということで、本当訂正の動画を出させていただきました。おじいもね、本当ちょっと頭の中で、ちょっと混乱していたね。米軍のファントム機が123便を撃墜したのかなと思ったけど、実は航空自衛隊だったということで、たくさんの方から指摘をいただきました。本当にね、申し訳ありません。そしてご指摘ありがとうございますね。ということで、この方々がね、皆さんが教えてくださいました。ありがとうございます。前回の動画でも紹介して訂正させていただきました。で、今回はこの内容です。123便の残骸か、相模湾海底で発見、日航機墜落30年ということでね、当時の内容を見ていきましょう。乗客乗員520人が犠牲となった日本航空機の墜落事故から12日で、30年です。15年の段階でね。墜落した123便は羽田空港を離陸した後、相模湾の上空で圧力隔離の隔離、ね、に壁、なんだろうね、が壊れました。垂直尾翼など吹き飛んだ機体の多くは海に沈み、今も見つかっていません。で、ANN は情報公開請求で得た資料などから、残骸が沈んでいるとされる相模湾の海底を調査し、123便の部品の可能性がある物体を発見しました。先月29日、静岡県東伊豆町の沖合約 2.5 キロ、123便の推定飛行ルートの真下にあたる水深160メートルの海底で撮影された映像です。右側のパネル状の部分は四角形に見え、側面にある黒い部分は数字などが書かれています。カメラとの距離などから調査に当たった専門家は 1.5 メートルから2メートルほどの大きさではないかとしています。当時、事故調査委員会のメンバーとして墜落の原因を調べた斉藤さんは、この映像だけではわからないとした上で、123便の残骸である可能性を指摘しました。当時の事故調査官、斉藤さん、仮に航空機の部品だとすると、APU 周りの取り付いているコントロールボックスと言われているようなもの。APU は機体後部にある補助エンジンで、客室に空気を送ったり、電気をつけたりする役割があります。斉藤さんは圧力うんちゃらの破壊という事故原因は変わらないとした上で、残骸が見つかれば事故の状況がより詳細に分かる可能性があるとしています。123便をめぐっては、相模湾上空でのトラブルの際に機体から落ちた垂直尾翼の大半や APU を含む機体後部の部品が見つからないまま、事故から1年10ヶ月後、わずか1年10ヶ月後に調査が終了しています。国の運輸安全委員会はこの映像を見た上で、当委員会としてのコメントは差し控えさせていただきますとしています。なぜ差し控えるんだ。控えろは水戸黄門だけでいいだろう。本当、
相模湾の海深く沈んでいると言われてきた翼もこの付近の浅い海に沈んでいる可能性が高いのだ。尾翼が見つかれば事故原因がはっきりする。もしも訓練用のミサイルが尾翼を直撃したのであれば、尾翼の残骸にオレンジ色の塗料が付着していると考えられるからだ。ところが日本政府や日本航空は残骸の引き上げに動こうとしない。それどころかこれだけ重大なニュースであるにもかかわらず、テレビ朝日も他のメディアも一切続報を出さないのだ、ね、安倍さんの件と同じなんだね。もう昔も今もメディアの体制は変わらない。ね、まあ、あの国の都合のようにね、まあ、動く。日米関係が一体何に立脚しているのか、本当のことを追求していかなければならない。それが私たちを含めメディアで働く人間の義務だろう。ね、ということで、まあ、当時の、ね、このニュースなんだけど、まあ、あの推定飛行ルートがあって、で、まあ、ここら辺が、ね、こういう内容で、ここからぶっ飛んで、まあ、落ちる。その残骸がここで発見されましたよということで、まあ、それがこの東伊豆町の海底でここのところに四角いのが見つかりましたよと、ね。で、まあ、ここから調査すればね、翼とかそういったものもじゃあ近くに落ちてるだろうって、それはそうだよね。だからそれをどんどん見つければいい。ね、で、まあ、1.5 メーター、2メーターほどぐらいの大きさだよねということで、ね、まあ、この斉藤さんという方がこうやって言っていた内容が活字になっているということです。で、この機体後部にある補助エンジンの、ね、これ隠しを送ったりする、まあ、ここの部分がぶっ飛んで、ね、まあ、こうやって起こったんだっていう、まあ、そういう内容だね。うん、はい。で、ちょっとこれね、おじいさん何食べていっぱいやってんの、おいしそうだよね。これカイカイカイってね、ミニチュアダックスフンドがね、硬いドッグフードがかかって食うみたいに食ってたのこれです、ね、これすごい大好きなんで、うん、カリ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 ね、食べておりました。はい、ね、あ、ちょっと待って、本編が、ちょっと待ってよ、まあいいか、そうだね。で、今回の内容はこれ沈んでるんだけれども、調べようとしない、報道もしないっていうね、まあ、そういう内容だったのかな、うん、そうだね。機体の一部が見つかったということなのに、そこから何もしないっていうね、おかしいよねっていう、調査はすぐに打ち切られたっていうことなんだね。はい、じゃあ皆さんのコメントをね、読んでいきます。前回の動画のコメントです。こんばんは、じいさん、やはりそうだったんですね。お須高山の墜落のことは今もよく覚えています。だって戦闘機の尾翼だって123便が必死に飛んでる周辺の人たちが見ていましたからね。だから周辺の人たちがみんな見ていたという証言で、何十年も経っていたから、これじゃ遅すぎますよね。うん、まあ、遅すぎる。でも時間稼ぎってそういうもんだよね。なぜあの時に横田に123便を降ろさなかったのかというと、123便の積み荷に放射性物質であるラジオアイソトープを積んでいたからなんです。要は訓練中のなんかで尾翼を吹き飛ばした時に123便の車輪が出ていなかったので、緊急着陸した時に放射性物質がばらまかれる、それを恐れてアメリカ軍は123便を横田に降ろさずにあの場所に追い込んだで、放射性物質が漏れ出しているかもしれないので、火炎放射で辺りを焼き払った。それが解剖医が言ったご遺体は二度焼かれてたというのはそういう意味です。
そしてあの当時の自衛隊とアメリカで証拠隠滅を図った後、時間を置いて消防と自衛隊が入ったということです。だから中曽根さんが事件だと言ってこれは墓場まで持っていくというのはこのことです。そして航空機仲間の間で航空機にもしものことがあった場合あの山へというのがパイロットの人たちの口癖だったとか、本当かどうかは確認が取れていませんが、ということでね、ただね、熱風、扇風機涼しくねえな、熱風が、ね、そんな12時45分です。横田基地から横田に着陸態勢整いましたとかの無線音声が残っていましたが、ということで、はい、これも重要証言です。ね、なので、まあ、何が真実かどうかはね、ちょっと置いておいて、推測論、よく陰謀論っていう言葉を使われるけども、その陰謀論っていうのは真実はこうだったっていうものが立証されて明らかにこれ違うよねっていうことで陰謀論ってなると思うので、真実が立証されてない以上は全部が陰謀論を含めて推測論だと思ってます。これはね、皆さんはどう考えますか？おじいはそう考える、だからその正解も不正解もない、すべてみんなそのなぜそういう考えに至るのかっていうには必ず合理的な理由があるわけです。で、その合理的な理由がテレビで報道された内容であったりとか、あとはちょっと証言であったりとかね、何かしらが絡んでるわけです。だから全てがその何にもないところから生まれたものではないということです。これね。で、この横田基地から横田に着陸態勢整いましたとかの無線音声が残っていたということは、横田基地が拒否したということではないというふうに、結びつくよね。でもちょっとそれも実際におじいが聞いてみないと、無線の内容をね聞いてみないと分かんないけど、でもトランプさんのね、左胸の穴がね、胸を打たれたとかね、それを信じていた視聴者様もいたんだよね。いろんな情報、どこの情報を見てこういう着陸と、ね、体制整いましたっていうね、横田の基地があって、こういう情報を見てる人と見てない人もいるし、これが本当か、嘘か誠か、それも含めて、こういう情報があるんだよっていうことを、どっちの情報もしっかりと知った上で考えていかなければならないと、おじいはそう考えています。だからその、なんだっけ、青山さんの本とかね、そこら辺も内容がおじい知らないけど、そういう気持ちがあって、信念を持って、ね、人生かけて、私のね、行うべきこと、それを真実を明らかにするためには、活動費が必要だから、本を出しながらね、一生懸命その内容を追っている、真実を明らかにするまでね追っている活動をしているのか、それともまた別の角度からね、商売ネタとしてやってるのか、どっちかはわからないよ。だから美化することもできるし、そうでない見方もできる。そうでしょ、ぶっちゃけて言うと。
おじいありがとう。なんだろう、ありがとう。どういたしまして。某ブログの考察では、開発中の洗濯機と123ミリの尾翼が接触した原因とのこと。まあその某この某って書く人自体の言ってることってあんま信用できないので、ほんとあとの、ま、丸の伏せ字で使う人とかさ、そういうコメントする人はあんま信用できないんで、で開発のスリス戦闘機があるのならば、じゃあもうできてるよね、うん、じゃあ総当時のスリス戦闘機だったのか。だって日本はね、あの当時無理だよ、潜水艦なんかな、あれもなんか確か海外に出してるのもいろんなね方向にこう反射するステルス機能の戦闘潜水艦がっていうのが最近ちょっと見たけど、本当はもう今無理なんだけど、本当はまだこの当時も、この当時のまだ日本人ギリギリ頑張ればすごいものを作る能力技術はまだ少しぐらい微塵のかけらぐらい残ってたって言われてるよね。本当。でまあいろんなものを海外にね輸出してるね、まあ、潜水艦の技術もとかってよく言うけど、仕事がただ丁寧なだけなんだよ、確認をする。まあその分値段に反映する。だからその海外に売り込むときにどうしても値段で負けちゃう。だからどこの国だかに、その日本の新幹線だか列車だかはね、ほとんど決まったけど中国に取られちゃったとかね、あれもだから結局値段で負けてるわけでしょ、結局ね。ちゃんと、まあ、手間暇しっかりした信頼性っていうものを求めてるところにはちゃんとしたものを作れるかもしれないけど、まあ、そこを無視すれば納期も早いし値段も安くできるんで、まあ、そこが中国ね。でなんだっけな、なんだかのタワーを傾いたのがあって、こっちが中国作ってこっちが日本がなんかね作っていって、中国の方が傾いてこっちになんかこうなって、なんかそんなようなのがあったような気がするけど、うん、まああれが物語ってると思うんだよね。まあ、開発のスリス戦闘機といっても、戦闘機は作れないじゃん。だって戦闘しないんだもん。日本は戦闘しない。で、日本国攻められた時の、要は自衛、防御するための自衛隊という表現なんだけど、でも、やられてもやり返せないじゃん。弾入ってるぞ、弾持ってるぞ、あ、そう、ボンボン、わー、撃つぞ、撃つぞ、撃てば、バンバンバン、うわー、ブク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 。でしょ？だから、日本って、この戦闘機だって、そうだ、この、戦闘機だってね、トランプさんが再選ってね盛り上がってるけど、で中国こうなんだけど日本守ってくれるよね、
トランプさんは、いやうちばっかりやらないで自分ち国のことは大丈夫、自分ちでもやってくれよ。だあのこれオスプレイを含むね、この戦闘機何百機買いなさいよ。ああ、わかりました、買います買いますね。で、あの納品されてね、一機とんでもない金額、このやつをとんでもない数を買わされて、でミサイルが撃てないね、そんなものがあのいっぱい買ったみたいで、これ何のために使うんだって、ね、見た目が戦闘機だけど、あのミサイルの実装発射がねえもといっぱい買ったってなんか見たような気がするんだけど、何すんのってね。でそんなもんでね、戦闘機だぞ、日本の戦闘機だぞ、アメリカで買ったんだぞってブーンってね、中国がブワーって閉めた時にね、やってきた、 お前それもうミサイル撃ってないってバレてるよ、そんなことないぞ、撃つぞ撃つぞ、撃ってみろよ、ピンパンツーツーツー、なんでバレたんだよって、魂がなんでバレちゃった、なんでバレちゃったってね、わーってみんな魂が上がってくる、バレちゃったよーって、はったりは効かなかった中国にってね。結局あのお金だけアメリカにあげて、大きな鉄くずいっぱい買って、どうすんのこれってね、なんかそんなような、見たような気がするけど、これなんだっけ、あったよね、うん、でトランプざけんなよみたいなさ、なんかあったような気がするんだけど、でもあのじゃあオバマの時に、じゃあ日本をね、助けてくれるような、そういうなんかこう頼りになるようなね、そういうのが雰囲気があったかっていうと、それもなかったよね、おじいから見ると、うん、でもう戦後50年、ね、過ぎて、もう昔のそんなあれはね、もういいじゃないか、もう今の国ね、もう時代も変わってるしね、日本は戦争しないんじゃなくて、やっぱしっかりと日本として独立するためには、やっぱり核を持ちね、もう脅威にさらされない核を持ちね、でもう時にはね、もう戦争もやめないね、日本の技術をもって知れば、ね、世界一の戦闘機、ね、潜水艦、ね、空母、ミサイル作れるんだ、そういうのが確かあのみんな言ってたような気がするんだけど、でもその肝心なね、じゃあ戦争ってなった時に、じゃあ皆さん考えてみてください、今の日本人で、じゃあそのお国のために、ああ命捧げてもいいやっていう、その一応名目でね、その危険手当がいくらとかね、ああのいや絶対とやっぱすごいいいねとかね、おいしいねって言いながらね、どうせ日本は戦争をやらないんだからね、一応ごっこでやってれば、山上みたいにね、ああいうのがあの子供の頃から好きでね、ババババババってこうごっこでねやって、お金ももらえてってね、いやいい商売だなって、そういう人たちがなんかみんな集まってねやってる人たちもいるからね、実際に。だからそれ考えると、そういう人たちってあの本当にガチでどこまで命かけれるんだっていうと、最近確か元自衛隊だっけか、元自衛隊の人がね、ロシアのなんだかね、うん、あのどうぞウェルカム、あの戦ってってなんかそこに行って、でなんか爆風受けて死んじゃったみたいなニュースをちょっと 2,3 日ぐらい前に見たんだけど、本当にそういうごっこが好きな人はもう撃ちたくて撃ちたくてしょうがないし、殺したくて殺したくてしょうがないね。じゃあ日本のためにどころかロシアのためにでね頑張ってたわけでしょ本当は。
でもその人はロシアのためにやってたんじゃなくて、あのどっちでもいいからとりあえずやりたいんだよ、実戦でペンキの玉ついてわーやられたーつってね、白い的にペンキがついてあーやられたーあーっていうね、こういう意味じゃなくて本物やりたかったんだよ。だ本当やりたいことをやって人生全うしたんだから、あ幸せだったろうなと思ってね。爆風で飛んで死んじゃったとはいえね、もうちょっとこうかっこよく突撃して撃たれてバーンってね死んだ話も、爆風で死んじゃったっていうとなんかあんまかっこよくねえなって思うんだけど、でもあーこんなはずじゃなかったよねっつってね、飛びながらあの歌ってたかもしれないし、ね、あの日本のために命を捧げてもいいっていう人と、でも自衛隊にいる人って何でもいいからサバイバルゲームが好きな人が多いからさ、本当おじいがよく聞いてるのは、あの自衛隊の人ってプライベートでもサバイバルが大好きっていう。でおじいはさレースゲームが大好きで、であの三菱とかタミヤとかさ、ああいうとこの下請けとかさね、あのそういうのばっかり、トラックも乗って、で夜はバイトで代行でいろんな車乗ってって、車が好きでも車ばっか、あの仕事で車ばっか乗ってると疲れちゃって、もう休みの日はもう車乗りたくねえっていうね。それから車嫌いになって、まあ嫌いじゃないけど、もう車乗ってあっちこっち遊びに行かなくなってたんだよ。もういいよっていう感じで、もう乗りたくないっていう、うん、でも自衛隊の人っていうのはその勤務だけでは物足りなくて、とにかく撃ちたいっていうね、訓練で的だけじゃなくて人を撃ちたいんだって、ね、とにかくだん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 練習をやってると、今実戦でどのぐらい役に立つとかって知りたい、試したいっていう人がいるわけで、だからあのこういう人たちが多い。だからそのもし万が一なんかあった時に自国のために愛国精神で戦いたいっていう人よりも、実戦を試したいんだっていうのでやりたい人の方が多いじゃないかなと思うんだよ。だからその日本でなくても別にあの中国として韓国としてね、あのロシア兵としてどこでもいいからやりたいっていう人がね結構多いような、なんかそうやって聞いたことがある、聞いたことがあるっていうか、ネット見てると、ネット情報見てるとそんな感じ。大体みんなあの自衛隊関係の人ってそういうのが好きでいる人が多いよね、すごく、うん、だ本当にねそう思うよ。まあ、開発中のステルス戦闘機って言ったって、あの日本の車の新車みたいにね、あの真っ黒いバーってこう追いかぶしてビューンってこうね、そこら辺あの走ってるのとわけが違うから、そういうものがだってあのファントムがくっついてるっていうのもたくさんの目撃があるのに、開発中のステルス戦闘機が人目につくところに飛んでるわけないじゃん、普通に考えて。開発中のものをそんなに晒す、しかもだってアメリカ軍だって一回通ったけど撤退しちゃったってぐらい目立つところで、だって開発中のする戦闘機を
ね、アメリカ軍にまで発見されたところに飛ばしてる。だ普通に考えてみるとそんなことがあるわけないよねってわかるじゃん。で、あの民間航空機の近くを飛んでたら目撃されたり写真撮られる可能性もあるんだから、そんな開発中のステルス戦闘機が当たっちゃったなんてそんなことあるわけないじゃん。それこそパッと考えてパッと判断しようぜって思うんだけど、そう思わない？だね、今の日本人に足りないのはこのファーストインプレッションだ。自分の考えだ、ここにこう書いてあるからとかさ、明らかにインチキ情報書いてあるのにね、春菊カシルーメンだって安いよね、5万円だってなんてはね、おじいこれどう思いますかみたいな、そういうのもあったじゃん。で、あのちょっと考えようよって言ってんじゃん。で、おじいはいつも物理的に明るくするためにはその熱が必要だし、その明るくするためにはそれなりの大きさも必要だし、だこんなもんでこんな明るい出ないよってね、そういう原理を物理的に解説してるのに、それで分かんない人はこんなまで1500円の面だってって信用するわけじゃん結局。だからここはインチキだっつってね、外観シルメンだってファクトチェック証拠を持ってね、おじいも動画作ってさね、逃げてちゃったけど、パッとその昭和の時代は誰がどう見たってパッと分かるようなことだけど、そこに考えがいかない現代の人たち、どうかしてるぜっていうね、おじいね、別におじいはさ別に見てる皆さんよりもね頭悪いし学歴もないし字も読めないし、まあいろいろ罵られても、まあ、別に困ることはないんだよ。どんなに皆さんからけなされてもおじいの人生変わらないんで、皆さんからおじいバカだねって言われても、一回バカだって言われたらお稲荷さんが10円上がるとかね、3人にバカバカバカって言われたらお稲荷さんが30円上がった、それでは困るけど変わらないんだよね。だおじいがどう考えたってね、現実が変わるわけではないけど、でもそんなおバカなおじいでもこれはどう考えてもおかしいよねって思わないと。違う？しかもその出どころをね伏せるじゃん、某ブログのだいたいそういうもんなんだよ、変な陰謀論の広がり方ってそういうもんなんだよ。陰謀論かどうかは真実が分からないと決められないからね。日本がアメリカに逆らったということでしょうかね。さんまさんが笑っていいともで飛行機事故の話をかなり言っていたのを思い出します。乗り遅れたそうですが、あ、なんかあったかな。本当はこれ俺乗る予定だったんだって、なんかそんなような内容かな、なんかあったような気がするな。本当、あと本当はそれに乗る予定じゃなかったのに、なんだかで乗っちゃって亡くなっちゃったっていう、確か奥さんの話をなんか前見たような気もするし、
本当はそんな便に乗らなかったのにね。笑っていいと思うか、懐かしいね。笑ってる場合ですよの後ではね、笑ってる場合ですよの前は何だったんだろう、何だろう。あのね、おじいの記憶ね、12時はなんかね短い時間の番組でなんか勝ち抜き戦のクイズやってなかったかな、なんか狂って回るような。お昼に10分か15分かなんか勝ち抜けのやつなんかわかんないけどやってたような、なんか記憶違うかな。クイズ Q&Q みたいな名前のなんかお昼やってなかったかな。その頃の時代って朝町明がガッチャマみたいな格好してオレンジ色の、なんかはっちゃけセブンやってた。怪獣が出てきて子供たちがねえいってやってね、ピンチになったらね、はっちゃけセブン呼ぶんだっつってね、行けーみたいなね、わーって怪獣のとこに行ってね、ウェーってね、はっちゃけセブンってね、ブーンってなんか町明がやってきてね、えいってなんか倒した。なんかねそんなの朝やってたような気がするんだよね。その頃の時代って確かいつもフィンガーファイブがなんか歌ってたような気がする。なんか、でなんか妹のタイちゃんがデビューとかで可愛いとかね、なんかそんなこと言ってたような気がする。でその頃のフィンガーファイブ出た頃ってお金をね変なにするのお金だって歌ってたような気もするし、一人一人いいのみたいなね、そんなようななんか歌も歌ったような人もいたような気もするし、まあいいや。ほらかしジャパン、おじい超絶格言なんだ、ほらかしジャパンほらかしジャパンって何何の話だろうなこれね。おらかしジャパンってジャパンなんてなんかジャパンってなんか言ってたかな、ジャパン、おらかしってなんか言ったかな。あれか、山の中にほったらかしで行っちゃったってやつ、ほったらかしだよね多分、ほったらかしジャパンだねこれね。まあね、最近森本さんがね、森永さんではないのって、そうだよ。まあニックネーム、皆さんは森永さんと言ってる人なんだけど、おじいはこのチャンネル独自のニックネームをつけてるんだよ。ね、森永さんを森本さんとね、暗号化してニックネームをつけて表現していました。ごちそうさまです。ごちそうさまです。翌月9月22日にプラザ合意が行われたことに着目すれば判明すると思います。ね。そうなんだね。ありがとうございます。ごちそうさまです。とっても嬉しいです。笑みがこぼれちゃうよ。さっきの200倍美味しくなった。おいぴー。ありがとうございます。標的機と接触したのではということだよね。
まあ標的となる機体が本来は別にあったってこと。ここに123便がいて、後ろを、ね、追尾していたファントムのところに別にもう一機いたってこと。それが当たっちゃったってこと。でも通常それって飛行機同士が接近するっていうのは危険なことなんで、その接触する前にもっと警報というか、もっと危機感を持った内容がね、録音されてるはず、ボイスレコーダーで。接触する前に異常接近してるわけだから、やり取りをしてるはずじゃん、うん、まあそこら辺をもみ消したのかどうなのか。でもそれをやるとしたら、アマチュア無線の同士たちがそれをね、飛行場の近くでみんなね、勝手に盗聴してるわけでしょ、マニアが。そこでそのやり取りを、ね、管制塔とのやり取りを要は受信してるわけじゃん。そういう内容がないでしょ。だから機体と接触したっていうのはね、ないと思うよ。もう接近してる段階で警戒するし、何かしらのやり取りがないとおかしいので、これはないと思う。新型ミサイルを黄色い吹き流しの人工標的に狙うはずだったが、その吹き流しが旅客機垂直尾翼に当たったとか、日常的に旅客機を仮想敵機に見立てて空砲ミサイル発射訓練してたら、誰か空砲が実弾で安全装置も発されていたってどっかで読んだ気がするんだけど、これは今直感的にピッ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 ってきた。おじい、すごくこれはね、一番現実に近いんじゃないかなと思ってね。見える？いつもは皆さんここらにね、こうなんかピッピッってきたら、こうピッ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 ってこうやって立つんだけど、おじいの場合はここら辺にね、白いアンテナがあって、そのアンテナがね、うずくんだよ、ピピピピピピってね。今ね、うずいた、ここら辺のアンテナ見える？ここのとこにほらあるでしょ、ほらここで、ほらほらね。で、この日常的に旅客機を仮想敵機に見立ててっていうね、これだと思うよ。ほんとこれだと思う。そうすると、こうやって並行してね、自衛隊機がよく民間機の横にね、並行して、で、こうしてやってくれたーなんてよくあるじゃん、YouTube に。だからそれなんだよ。おじいはそこと一致するなと思った。どう？皆さん。で、このね、吹き流しに狙うはずってことは、じゃあ吹き流しは元々そこにあるはずじゃん。いや、そんなものだってどうやって吹き流し、どうやって、無理じゃん。だって123便が前にいて、だってそれを狙うつもりとかでもうそこにあったってことでしょ。それどうやって用意したの？無理無理、どう考えても。123便がそれに協力しますよってことで、ね、ピッてやってボワンって吹き流しをバーって出して協力してたのでなければ、どう考えたっておかしい、ね、だからやっぱこれ日常的に旅客機を仮想敵機に見立てて空砲ミサイル発射訓練、これが一番臭いと思うそれでこの安全装置が発されていたっていうのは、これは内部でね、
やらかしさせてやりたいとかね、そう内部で思っていたものがそれをやった可能性がある。つまり航空自衛隊の中の誰かがそれをやったか、悪いこと考えてる整備士がそれをやったか、それか他の隊員がね、仲が悪くて嫌がらせのために事件を起こさせてやろうっつって仕組んだか、いろんなことが考えられる。だってさ、あの海上保安庁とか自衛隊ってものすごく上下も厳しいし、いろんないざこざがあるわけじゃん。こういうことが起こっても好きではないし、だからそういうことが原因で銃の乱射とかね、そういった事件もあったし、そういうものが絡んでるかもしれない。で、内部調査である程度はターゲットは絞れてるかもしれないね。暑いなぁ、ほんと。お好み焼きができそう。めっちゃ暑いよ。これだね。これだよ。ね、だから本当に敵機に見立てて、後ろ追跡していって、バーン、あ出ちゃった。ね、だから本当はね、安全ロックがあって、こう、からでね、こうやって、ピーって、丸いこういうバッテリー、こうピーってね、こうやって、ね、ピーって、ピピピピピピピってね、で、これピーってこうね、で、そういう訓練。ね、ところが、ピーってやったら、ピュー、バン、え嘘。お前何やってんだよ。いやー、だって出ちゃったっすよ。で、医者出た。お前何で撃っちゃったんだよ、本当にガチでやるやつ、やっかいよ。いやー、俺じゃないっすよ。とりあえず、一回、戻ろう。ポワー。ね。ピュー。いや、どうするんですか、怒って助けないですか。ここにいたらバレるだろう、戻れーっつね。だいたい逆の立場になって考えると、そうだよね、旅客機を落としちゃったら絶対に死なない人が全員助かるなんてめったないし、死んじゃう人は絶対出てくるのもう分かるし、そうでしょ。いや、えらいことになるのは分かるから、うん、全力で、もみ消すわな。その2機の戦闘機の人たちを隠蔽するんじゃなくて、これは国として、自衛隊が民間機を撃墜したってなると、とんでもない問題になるし、ね。まあ、確かに、なんだっけ、防衛費が 1%、ね。どのコーナーって言うてるだから、そんなことがあって、みんな国民の反対を受けるに決まってるからね。これが一番しっくりくるような気がするね。皆さんの意見どう？国民の日本政府を見る目が変わりそうです。教えてもらいたいんだけど、国民は日本政府をどう見ていたの？おじい、そこ知りたい。どういう目で見てるの？どういう目で見てるの？赤木さん、赤木さんもちょっと降りておいでよ。どういう目で見てるか知りたいでしょ？ねえ、日本政府をどういう目で国民が見てるか知りたくない？赤木さん。
うん、逆になんでこの国はそんなに愛国精神持ってる人が多いんだろうって不思議なんだよ。うん、別にあのおじいがその愛国精神はないよっていつも言ってるのはね、説明しても理解してもらえないんだよね、いつも。あのどこで生まれたからその国籍、例えばあの日本人がアメリカに夫婦で旅行して、で臨月を迎えた奥さんがアメリカで出産しました、そうするといついつまでにそのとりあえず両方 の国籍、ね、でいついつまでにアメリカなのか日本なの かどっちの権利も持っているっていうね。でじゃあその子はじゃあいついつまでにじゃあ日本人を選ぶのかアメリカ人を選ぶのか、ね、でその生まれた瞬間のそのところを決めるのか、それとも両親の、ね、国籍を選ぶのか、どっちかを選んだ場合、両方の場合考えて、じゃあその人の運命が変わるのかとかね、その愛国精神って何だろうっていう。おじいは常日頃言ってるけど、中国の国民もいい人いっぱいいるし、韓国だって台湾だってロシアだってね、ウクライナもそうだし、イタリアもそうだし、ケニアもそうだし、その生まれた国籍、肌の色関係なしに、なんで平和にできないの？同じ人間じゃん。平和に音楽を聴いたり踊ったり、美味しいものを食べて分かち合って、なんでそれができないんだろう。なんで自国っていうものにこだわってなんか比較したりとか勝ちたいとか他の国に罵ったりとか、なんでそういうのがあるんだろう。愛国精神って何っていうね、ちょっとねおじい分かんないんだよ、その愛国精神っていうのが。おじいはその悪いことをする人はその国籍関係なしにみんな悪いことするわけだし、どこの国籍の人関係ない、本当。だ中国の人だっていい人いっぱい関わってるし大好きだし、ロシア人の YouTube やってた人だってね、ロシア避難しててね、ああいう人たちだって嫌いじゃないし、どこの国の人だっておじいはみんなその悪人以外はみんな大好きだけどね、なんでそこで何人っていうあれが出てくるのかな。おじいにはよくわからない、うん、その政治が悪いので日本も中国もロシアもだから韓国も政治は嫌いだけども国民はおじいは大好きだよって言ってるけど、愛国精神たるものはっていう人はそこを理解してくれないんだよね。なんでなんだろう、うん、だから政治と国民をなんで切り離すことができないんだろう、うんね、そう思うんだよね。だからここだって本当日本ってこだわるか、ここが中国だろうがロシアであろうがアメリカであろうが変わったとしたって生活自体が、だって中国になった瞬間にみんな自由を取られるっていう、
あのいやバカバカしいなと思うんだよ。中国になったらみんな奴隷になって持続を捉えるっていう、それ真剣に本気で言ってるのっていうね。だって日本で平和に暮らしてたって、じゃあいつ北朝鮮に拉致されるか分かんないし、危険性の確率は同じだよ、それを言ったらね。どういう目で日本政府を見てるのか、そこを教えてほしいね。ほら、こういう意見も。情けない国だなと思います。同感。狙ったでしょ。で、よかった。あの、飲み込んだ直後で、飲み込む直前だったら、ご飯粒だらけだってよ。これか。あの久しぶりにここのところが動いた。あんまりここが動くほど笑ったことはないけど、久しぶりにちょっと面白い、うん、これからは一人一人が信念を持って少しでも立派な国にしていかないとですね。時間はかかっても、うん、そうだね。ちょっと今年の流行語大賞にしたいな。これからは、ね、うん、そう一人一人がこう信念を持ってね。でその政治家たちが信念を持ってるかどうか。どっかの政治家は若い頃から言ってるんだよ。歴史に名が残るような政治家になりたいって。若い頃の映像を見ると、こんな悪党がいるのか、ね。日本の政治家でここまでの悪党はいなかったよなって名を刻んでるやつがいるよね。そいつはね、ライフルのね、狙撃が得意な人なんだよ。ね、妖怪人間ベムみたいなね、まあいいや。この時代では国際的にいろいろあったでしょうね。あの日から何年経っても今も国際的なだけでなくとも国内、ね、こうしてさえ似たような今、うん、ああおじいあのこの 天皇制度もともと日本人じゃねえものがどのこのっていうね、天皇なんて何、皇室って何ってね、子供の頃聞いた時に日本の平和の象徴、王様とお貴族様って聞いたんだけど、で純粋な日本人ではないその土地を建てますってどのコーナーってね、ネットであるでしょ。でその一族がまあいろいろご公務とは言うけど、でもなんかそのお忍びがあっても自由がなくて、その全部その周りの人たちに決められて、
で、あの陰口も叩かれていじめられてってあったじゃん。あの小石の警察もろくなことしてないしね、過去の動画見てばかりに。で、こともあろうか、あの小石と警護をしている連中らがあのいじめてたとかね、そういうのが明るみに出たじゃん。で、あの制度自体が本当に必要なのかなって思うんだけどね、うん、この天皇っていうのがよくわかんないんだけど、うん、おじゃ現実主義者だな、ね、よくわかんない。卑弥呼の時代まで遡ってどうのこうのってなんかあるけど、もともとね、まあ、あの火の玉だった地球が冷えてきて、でいろんな生物たちがいて、で人間が誕生したのがあの、ね、お猿さんからこう進化して人間になったのがまだごく最近のことだよね。でそんな中でその日本列島ができたっていうのもごく最近の話で、でそんな中でその何が必要なのかなっていうね、うん、何なんだろうなっていう、あのいろんな世界各国の交流とかそういうののご公務としてやる専用の人と一族の人たちっていう、その一族、血の流れのある一族の人たちがなんでそんな面倒くさいことを押し付けられなきゃなんないのっていうね、あのそのおじいが思うに、あの、まあ、血筋関係あってもなくても、それこそあの血筋が何なのって思うんだよ。だやりたい人もいればやりたくない人もいるわけじゃん、ね、だったらやりたい人にやらせればいいじゃん。そういうのも何もないし、決められちゃうじゃん結局。それがだって国の奴隷じゃん。せっかくこの世に生まれてきた人間という生物としての本当の喜び、楽しみを奪って一生頑張らなきゃいけないっていう、あの本人が望んでやってるならまだしも、って思うんだよ。なんかそういう時代じゃないんじゃないのかなって思うんだけどさ、ご公務はちゃんとそういう認定というか、ちゃんとそういう人を決めて、その人が日本の代表としてやってればいいんじゃないのかなって思うんだけどね。だって税金でいろんなものがっていう人もいるけど、逆の立場になってこう、あの自分のものであって自分のものでないような、わかる？だって例えばこのね、まあ何々様のティアラはね、ダイヤモンドがどんぐらいで推定いくらぐらいでってね、あるじゃん。ああ、作ってもらってありがとう、あもうこれ飽きたから、じゃあちょっとあの死者に売ってくるってね、バッグ買っちゃったとかできないでしょ、できないでしょ、こういうの全部、国のものとして管理されてるんでしょ、備品みたいな感じ。違う？あの中の人たちって、というか、みんな言いたいことがあるのに、言いたいこと言えないし、その、
いろいろ調べたりとかあるじゃん。本当にね、逆の立場になってこう自分がやれって言われたらできる？できないでしょ。それこそ皆さんのコメントにあったね、中国に、内需は別として奴隷として働かされて、それと同じじゃん。解放されない奴隷みたいなもんでね。だから時代を変えていくべきではないかなっておじは思うんだけどね、本当。本当ね、みんなよく耐えてるなって、すごいなって思う。おじいだったら、おじいがもし皇室で、血筋で生まれたら、暴れちゃうよ、もう、本当。ざけんじゃねえよ、つって。いつも大暴れだよ。もみ消し大変だろうね、本当。で、しょっちゅう抜け出して、あんなことやって、こんなことやっちゃって、あっちでスマホでパカパカ、こっちでパカパカ捉えて、あっちこっちアップされて、それ国がみんなビシバシビシバシこう消してく、消してくんだろうね。で、報道しないように全部、メディア遮断して、ね。慰霊登山の仕方、心情はかなり違ってくるはず。慰霊の縁かな、慰霊の花園っていうのかな、なんだろうね、縁での慰霊式典で遭難者と言い続けられてることにも反発が増えるのでは。え？何の話これ。ん？これ何の話？ 123 便の話？え、ちょっと待って、これ何？これ。123便の話？ 123 便、山の中に、なんか異例の何だか、何かあるよね。で、そこに遺族の人たちが、なんか毎年だっか、だから何年かわかんないけど、そこに登ってなんかやるって、なんかテレビで見たようなことあるけど、その、亡くなった人たちが、これ、遭難者と言われてるの？そんなことないでしょう。そんなことないでしょう。これは大丈夫。あまりにもひどいじゃん。そんなことないでしょ。遭難したわけじゃないじゃん。そんなのあんのかな。そう？ちょっと待って。そんなことってあんの？それはないと思うよ。さすがに。123便で、そんなのヒットしないでしょう。会社ってヒットしないね。
まあ、犠牲者、遭難者のキーワードであまり、これあれかな、遭難者と言い付けられてるのこれ。これは本当だったらちょっとひどい話だねこれね。ちょっと調べてみようかな。うん、はい、政府による大量運殺事件の被害者たちにその後、うん、被害者たちにその後、その後何ちゃんとあれでしょ、あの一人頭いくらぐらいってもう住んでるでしょ、あのに日本、まあ、国からの保証はないのかな、認めてないか ら、 だから日本航空としての墜落事故だから、あのそこの間ろうね、要は慰謝料というか、まあ一人当たり1億か5000万か分かんないけど、うん、日本は上に行けば行くほどとんでもない輩がね、湧くんだろうか、なんか悲しい、うん、これね終戦間際の特攻隊の編成もひどかった、うん、そうだね、特攻隊もう日本は戦争にね負けるっていうか、あのその宣言を天皇がね、昭和天皇があのずっと練習していたね。でもその間際にその片道の燃料だけ入れてね、まあ特攻隊だね、うん、敵機に突っ込む役目、うん、でまあ断れない。でもそこから逃れるためにあの骨を折ってね、怪我しましたで、あの嫌だっつってね、うん、逃げた人たちもいるね、確か。死んだつもりになったら何でもできるっていうか、死んだら終わりなんで、同じ殺されるんだったら、だって人に寿命なんか決められたくないし、同じ死んじゃうんだったら徹底的に抵抗しないとって思うけどね。でも日本人って結構ね、海外と違ってあの黙って殺されるんだよね、いろんな人たちって。いろんな事件とかそういうのがあってもあの黙って殺される、本当。だから現実の特にあのほらおじいがよく言ってるさね、わざわざ日本の税金ね、あの平和をぶち壊すためのね資金、金と引き換えにね、バカなやつの解放して、日本はバカだバカだってあの言いじけてるアホなやついたじゃん、ね、でも小泉政権の時はその脅かしに負けなかった、身の代金は払わなかった、ね、でもそのアホなやつはね、オレンジの服着せられてね、うん、なんか助けてくださいみたいなカードとかそういうものを出してあれしたけどもね、まあ開けなく、首ほんの2、3秒だったね、クキクキクキって取ってゴロンつって真ん中持ってってポンって頭乗っけてね、本当にあのおじいもびっくりしたね。人の首ってあのここに骨がこうやってつながってるわけで、そんなにあの切れないだろうって思ったんだけど、あんなナイフで簡単にクキクキであんな取れちゃうんだと思って、うん、マグロの骨だって結構ね大変だと思うけど、あの寿司三昧でクキッてしちゃってね、今から解体しようってクックンななってこうやってるけど、意外と人の首って切り慣れてるからかね、ほんのものの3秒ぐらいで来ちゃったよね。本当ああいう人たちも、うん、あまり、まあ、ちょっと抵抗したギリギリね、あの本当にチクってきた時にね、やだやだとは言ってたけども、
本当ね、危ないところには入ってはいけないよっていうね、うん、でこの特攻隊の人たちも、うん、そんなのはやだやだっつって必死にね、もうギリギリのギリギリまで拒めばよかったのに、うん、だって死んだ、どうせ死んだら終わりじゃん、ね、本当ね、日本はね、どうしてこんなに弱くなったんだろう。おじい、本当ね、今思うことは、小泉純一郎は、うん、立派だったなと思うんだよ。いろんなことでね、賛否両論あると思うんだけど、テロには屈しない強い日本を見せつけたのは、小泉純一郎だったなと思って、本当に ああいう強さをやっぱね示し続けなければいけない。あの時も助けるべきだそうでない国民のね、いろんな調査みたいなこうニュースとかでやってたけども、一瞬当時はね、日本人滅亡するのかって言ったけど、本人たちがちゃんとダメなところをそれをね承知で自己責任で言ってるわけだし、ね、安倍さんが、ね、大量のお金を出したと言われる闇取引の解放されたバカ、ね、まあ、同じことも繰り返してるし懲りないし、ね、そのお金が世界を崩壊するね、悪い武器のお金を日本が調達した、ね、安倍何してるんだよ。本当にダメだと言うとちゃんと一筆、ここからは先は自己責任だよとかね、そういうものを全部みんなほらやってたな当時で、なんだ、それも自己責任なんだから、あそこで自己責任で済ませることによってこういう例になっちゃうよっていうのを増やすことで、ちゃんと言ったらこうなっちゃうんだ、どうせ言ったって日本はお金持ってるし助けてくれるでしょう、日本が何とかしてくれるでしょうって、そういう甘い気持ちを持ってるから格好だけつけて自己責任格好つけてね、一筆書いて僕は行くなんて流しながら格好つけていくわけじゃん。そうでしょ、自己責任っていう本を出しながらね、やったら行ってくるぜっつって、やべえ遭難しちゃったよ、でも自己責任だねーって、ね、自衛隊なんかいらないってね散々言ってたのに、身内でよかった、ありがとうってね、本当にね、自己責任って何ってね、ヘラ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 っていうね、なんだっけ、エイだっけか、なんだっけ、ほら水族館によくマントか、マントね、マントを裏から見た感じのね、ちょっとヘラヘラってした人がいたんだけど、昔自己責任ね。まあ、特攻隊はね、本当に国の、まあ、おもちゃというか、駒というか、うん、人権がなかったからね、中国になったら内臓を売られて奴隷としてなんて言ってるけど、日本だって同じじゃん。だから中国になって奴隷とか臓器を取られるぞっていうのは生命まで奪わないってことじゃん。日本人は生命を奪われたんだよ、国に。
しかもね、もう参ったを言う練習中に、そうでしょ、命を奪う日本と、いや命は奪わない、奴隷状況を取る中国と、どっちがいい、どっちかを選べしたら、これ見てるのはどっち選ぶの。散々中国の件でおじいをね否定した人いっぱいいるけど、さあ、あなたどちらいますか、ね、特攻隊で命を突っ込んでね、死ねって言ってる日本と、命までは奪わないけどもね、ちょっと臓器もらって働けっていうね、どっちを選ぶ。そんなことされんなら死んだ方がマシだって。じゃあ志願者じゃん。命を奪う日本の方がよっぽどひどいことをしてるんだよ。で、中国になったらね、奴隷にされて、だから日本人だって、ね、だから韓国とかそういうとこ見ればわかるじゃん、みんな奴隷にしてたわけでしょ。ね、ロシアとか中国を攻めた時も確かそんなようなこと言ってなかったっけか、確かね。だからそうやって考える人っていうのは、そういうことをするっていう、ね、自分がするっていう頭があるから言い出すわけで、そんなこと考えてない人は思いもよらないよね、本当。だから日本という国がどれだけひどいことをしてきたんだっていうのを棚に上げて、中国はどうのこうの、台湾どうのこうの、台湾じゃないや、韓国どうのこうの、ロシアどうのこうのって、それはおかしいって言ってんの。それは中立的な立場として客観的に見ておかしいって言ってんの、おじいは。国籍関係なしにどうして平和に歩み寄って仲良くしようっていう、そういう気持ちがないのかなっていう。政治と国民性は別だよ、ね、ただ文化の違いがあるから認識の違いはある。でも美味しいものを食べたら美味しいっていう気持ちとかね、悲しいことがあったら涙が出てくる、人間として共通なんだよ。だからおじいがこうやって動画作ってても、基本的なそういう生命体としての基本的な部分の感情が日本人はもうなくなってしまったのかなっていう。いつからそんな血も涙もない凶暴な日本人になったんだろう。愛国精神という看板を前に出して、いつからそんな凶暴になったんだろう。日本って思いやりがあって弱い人たちに手を差し伸べる上辺だけ、本当ね、そう思うんだよ、おじいは。放射性物質焼いても放射能は変わらんだろう。いいこと言うね。陰謀論ではミサイル破片回収してたとか言うが、回収してたのはこの医療用の放射性物質。現場調査するにあたり超危険物をとりあえずは集めたんだよ。ファントム機はコントロール不能の123便が市街地に近づくようなら被害を最小限にするために撃墜も自殺の覚悟を持って、追尾してたんですよ。へー、これ初めて見た、おじい。スクランブル発進したファントム機が、要は123便ね、後ろ追尾してたんだ、そういう意味で。それなんだったら話のつじつまが合うね。通常だったらそんな後ろつかんだろうっていう。うん、そうか。だから市街地でね、とんでもない墜落して大惨事になるんだったら、海とか山とかね、そういうところで木っ端みじんにした方がっていう、ね、これだったら一応
まあ、正当化することができるね。なんでっていう謎が、もしこれだったら説明がつく。ただ後ろについていて、なぜ山の中にね、だそういう意味で市街地に落とさないために山に落としたってこと、コントロール不能になってるからスクランブルで発進して、もし大きくなるよりも最終的に食い止めるの任務でついていたのか、で何もしないで山に落っこったんだったから、だったら自分たちが落としたんじゃなかったら、じゃあなんで救助しないの、なんで新聞完封の長野って言って翌朝まで、だからそれは回収ここら辺が表に出さないっていうのはいくらでもできるはずじゃん。違う？で、この放射能が変わらない、まあ、放射物質の回収、じゃあ放射能は出たのかどうなのか、それは生き残った人たちいろいろね測定すればわかるよね。でも腑に落ちないのは、これで要は最小限に食い止めたわけじゃん。でこの回収のためにできる限り時間を引っ張ったっていう、ここのところがその問題よりも、だって救助しない方が問題なのに、なんでこんなことを優先したのかなっていうね。だって回収してたのはこの医療用の放射性物質でしょ。核爆弾の戦闘に使うものをね、こっそりと輸送してたとか、そういう意味じゃないでしょ。だったらなんで隠す必要があるの？不思議。はい、時の総理大臣は中曽根が秘密は墓まで持っていくっていう隠蔽工作を語るのである。その後すぐにプラザ合意して日本の経済活動を下がりました、ね。まあこの墓場までも、秘密は墓場まで持っていく、ね。まあここもキーワードだね。本当、相も変わらず123便墜落事故に関しては非現実的な内容の各陰謀説論が大増加中、困り続けているので、本当、あ、なんか関係者、森本氏、故うんちゃら氏、青山氏などなど高学歴&有名な方の中で陰謀論説を強く大きく主張なので、迷惑千万なので、な、関係者迷惑っていうのはなんか関係者各目撃証言の中でもいい加減での分も多々なので、ではならの逆で信憑性での目撃証言、案外と有名なことを説明しようでの際には返信に書くので、まあ確実に森永卓郎氏、青山氏、ここら辺あのおばちゃんね、などは私よりも F4 ファントム騎士に関しては各種知識、ね、体験談、経験談は確実にしたので、あ、自衛隊の方だね、自衛隊関係者か、自衛隊の指示されて迷惑千万ってことか、ね。そうだね。あ、なんか安倍さんの時もなんかいたな、なんかな。
自衛隊関係者とか、あと救急隊関係やってますとか、まあ、本当かしか分かんないけど、いたな、ここは保守派の方はいないのかな。私は愛国心はそれなりにあると思います。はっきり言いますが、私は日本が中国になるのは嫌です、ね、嫌ですね。この話で思い出したのですが、神風特攻隊はあれは自殺じゃなくてお国のために亡くなった、聞いたことがあります。少し殴りきた、うん、まあ、あのお国のためにって、まあ、美化した話にはしてるんだけどね、本当、うん、まあ、前の日にね、まあ、心ばかしのお酒とごちそう、まあ、ごちそうしたって大したもんじゃないけどもね、で女の子一人つけてね、そんな絵があるよね、本当、うん、まあ、ああやって美化した映画を作って後に残してるけど、まあ、それもどうかなと思うけどね、うん、現実はそんなもんじゃないからね、本当、今の自民党政府では日本人軽視だね。だけど中国の属国にはなりたくない。中国独裁国家になったら日本人の青少年の臓器が取られてしまうぞ、ね、またみんな臓器取りで、まあ、流行ってるね本当。いや、あのね、独裁国家ではないよ、まあ、事実上の独裁国家に見えるだけで、あの表向きは独裁国家ではない。でも、事実上の独裁国家のおかげで、何かが起こった時に、あれあれこれあれで鶴の一声ですぐに、町中消毒バーッとやったりね、不要不急の外出バーッと見回りやったりとかね、そういうことをさっとこう徹底して動けるわけで、だからその時に独裁国家である良さが出たよねっていう報道もあったでしょ。で、日本だってほぼ独裁国家じゃん、ね、まだ生きてるのっていうようなねのがさ、ね、いろいろ糸引いてたりとかあるわけでしょ。日本って本当、まあ、独裁っていうかそこの一味の独裁であって変わんないと思うんだよね。ただ中国の場合は何かで行動がバッと起きるけど、日本の場合は逆なんだよね。行動をしないで時間で稼いでなんとかなっちゃうだろうみたいな、何にもやらないっていう、そこの違い、独裁をいい方向に使わない日本はね。で、日本ってなんだかんだ言いながら、その税収、国民から得た税金の7割8割ぐらいがいろんな形で結局これのために消えている。今の、日本の国を経営するにはそういう悪い連中とかこういったものを全部取り除いて、無駄な箱物を無駄な職員全部抜かしてやったら、今と同じ日本の運営するんだったら税金は 10% から 20% あれば十分できるっていうね。だからそういう理論のもとにね、野沢さんとかも立ち上がった。一枚じゃダメなんですか、二枚じゃダメなんですか、国民は期待した。ところが一つ盲点があった。政権が変わった、本当の正義で追求した、でもそれがパフォーマンスになってしまった。なぜなのか。そうなんです、予算を通すのも、ね、法律を変えるのも、多数決が必要なんです。
だから多数決を取れる政党でないと何も変えられない。だから何も変えられないから何もできない、だったらちゃんとやってくださいよって言ってまたバトンを戻した野田さんね。まあ、その前の社会党なんかはね、社会党は何もパフォーマンスがなく終わっちゃったんで、社会党はね、背筋のいいかっこいいおじいちゃんがね、あのおじいはね、ここが今ほらここまでなんだよね、おじいはここまでしかないんだけど、あの社会党の時のお写真に出てきそうなおじいちゃんはね、ここまであったよね、確かね、うん、岩飛ペンギンみたいなね、おじいちゃん、うん、まあそんなわけでね、同じだよ、日本は変わらないし、結局もう自民党以外は何も変えられない、国を運営できないというか、他の党に対してだってもう人数が足りないんだからどうしようもないじゃん、だってね。で連立なんつってそこのとこだけ一致団結してもその後すぐバラバラになっちゃうし本当ね、大阪の維新の会だって結局そこに群がって、悪いやつが群がって利用して問題爆を起こして、そうでしょ、本当あと大阪都計画とかね、ああいうのも本当に今だったら断然できてたはずなのに、本当ね、日本何やってんだろうなって思うよね。まあ、そんなわけでね、本当にね、日本の愛国精神で言ったらもう石原慎太郎しかいないんだよ、うん、愛国精神、本当に、なんで国葬に国が変わらない、なんで個人の持ち物なんだ、ね、国が変わらないんだったら東京とか変わるぞ、かっこいい、ね、もう痺れちゃった本当ね、愛国精神なんかって思ってたけど、さすがにね、あ、石原慎太郎かっこいいと思った本当、うん、あっぱれと思ったけど、だからああいう人が本当総理大臣にならないと、ね、でも自民党でね、やっぱ悪い一族の日本であるからね、真のああいう愛国精神を持ったああいうおじいちゃん一人勢いよくやってきてもパワーで、ね、ねじ伏せるからね、本当、ね、弾圧され蒸気の彼ある駅ウイグルのように死ぬまで強制労働ね。何人もの人がね、このウイグルと臓器、この2つのキーワードばっかりでしょ。だいかにメディアに洗脳されてるかわかるでしょ、ね。日航機が落ちた時、助かるはずの乗客を火炎放射バーナーで焼き殺しね、死に化するまでやれる神経でも生き残った4人はなんで焼き殺さなかった、だって生き証人になっちゃうね。そんだけの時間があったら死にから死にまであの女の子もろとも焼いてたはずだよね。なんで焼かれないで助かった4人がいるんだろう、ね、上官の命令なら仕方がないのか、拒否した隊員は銃殺。ここ何年か前からの夏の残暑は、
国書、残酷でね、国書は無念の死を遂げた成仏できない魂の叫びだ。熱い熱いよ助けて。原爆と同じ、腕が取れた、足が取れた、首が取れた、ああ熱い。この事故の闇を解かないと、この先もっともっともっと熱くなる、もっともっと熱くなる、うんね、まあ首が取れちゃったよってね。あの何男爵だっけ、こう首持ってなんか間近でとかなんかにいないっけか、なんだっけな、なんかにいたねかって首持ってる男爵がね、なんかね、ドロライマグなんか違うか、なんかにいたな、そういうの、ね、うん、日光機が落ちた時うめき声があしらこしらでね。でアメリカのなんだっけ中佐がね、もうあのこうやって降りてるところだから行かしてくれって言ってもね、戻れ命令だって言ってね、あのずっと何十年間それをずっとね心にあってってね、そんな告白もあったと思うけどね。でも日本は国民の命は一番ではない、ね、日本政府は国民の命を守るために動いていない、うん、今のワクチン政策を見ていますと明白の理です、ね、でしょ、ね、あんな情もあるよね。目をつけられた。何製薬だっけ、小林製薬だかなんだっけ、あの、紅麹の、あれね。あの、ガラガラガラの製薬、要素、ね。要素で、あのウイルスがやっつけられるっていうね。あれを、まあ、先に研究とか、あれやって、いや、そんなことされたら計画があるっていうね。で、あの、いろいろやられてるっていうね。まあ、そうかもしれないね。あれも、だから、内部の犯行かもしれないね。紅工事も。うん。あの、そんな要素で、ね、動画見てるでしょ？あれの、小林製薬の。そんなことをさせてなるものかっていうね。で、今、あの、役員ね、うん、辞めないよって言ってるのは翌日、テレビがボンボンね、あの、辞任しますってなんか報道しちゃって、報道しちゃってっていうか圧力だよね。ね、何が何でも辞めさせるっていう、なんかあったよね。盛り上がってたよね。うん、三島由紀夫の言った通りになりましたね。そして日本人は豚になる。自衛隊は米軍のね、ほにゃ兵、ね、うん。日本人は豚になる。ね、バカを豚ってね、ずっと言ってたっていうね、うん。そして日本人はバカになった。そのまんまだよね、うん。ファントム2機は名古屋から発した2機のファントムを子供が地上から目撃したのを学校の作文で書いていた。また真実は不明だが、ね、オスタカでそのファントムが撃ち落とした。最近 YouTube で出ていて写真情報らしい。やっぱそうなんだね、ファントムが撃ち落としたんだ、ね、だあのその最新 YouTube でファントムが撃ち落としたね、のか、それとも射薬を想定してついていたのか。ただどっちにしたってそのそうやって言えば国民が納得できる判断だとしたら納得するのに、その陰謀論よりは絶対ましだと思うんだけど、なんでなんだろう、不思議だね、隠し通すのは。はい、ここまでです。ね。
さあなんでなの回転の残骸ね、差し控える、うん、引き上げようともしないね、あの黄色いのがついてたのがバレたら困るから、だから本当はあのほとぼりが冷めた時にね、もうさっさと暗いうちにね、とっとといろいろ潜って、もう調査してないよと言いつつも見つけて処分済みかもしれないね。そこら辺潜水艦うよ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 いたと思うよ、おそらく、ね、証拠隠滅。だ日本ってそういう国だからね。中国が落っこっちゃったね、高速で走る新幹線みたいのを、ねえねえそんなものなかったよってね、すぐに重機で穴掘ってそれ埋めちゃってね、ないあるよそんな事実ありませんっつってね、あれと同じようなレベルのことを日本がやってるってことなんだよ、ね、はい、そういうことで、123便の謎ね、海底の残骸は調べようともしない、あげようともしないね、そして皆さんのコメント紹介でございました、ね、また皆さんのコメントをねまとめて紹介できればなと思います。おじいも123便についてはね、真実はどうだったのかね、まあ、皆さんのコメントをヒントにして調べていきたいなと思います。まあ、おじいはちょっと新情報が今出てきたんだよね、本当おじいもこれ初めて見たんで、どこ行った？これね、ファントムはコントロール不能の123便が市街地に近づくようなら、被害を最小限にするために、撃墜、ね、も自殺の覚悟を持って、追尾してたんですよ、ね。だから市街地に起こったら、500人乗組員500人以上の犠牲、そして建物とかね、いろんなインフラとか、まあ、大きな損失が出るから、そっちの損失よりも、まあ、500人の命よりもそっちが大事だっていうね、まあ、判断。これはでも致し方ない。市街地に落ちて何も知らない生活してる人が犠牲に一緒になる。だって落っこったら、同じ落ちたら500人の命は保証されないんです。山の中に落っこちても市街地に落ちても、この500人の命の保証はないところだったら、じゃあそれ以上の犠牲が出ないように最善を尽くすっていうのは、まあ選択肢としては当たり前のことだから、それを公開したところで国民は納得すると思うよ。それを隠すからいろんな憶測が出てくるんだよ、ね。はい、そういうことでね、また多分この話はまた次回に下がると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いろんな方の意見をねまたお待ちしております。じゃあね、バイバイ。